っちびろった。これちょっと待って。マジででかない？これマジででかない？よくこんなとこで食わせたよなバブルな。どうした？ダメっすね。そうっすね。水温も今ここで 25.5 っすからね。伊予部さんでシャローあかんかったら手出したらあかんねん。え、話したんちゃう？え、だる、話すなよ。うわ、だる、話すなよ。ふざけんな。ふん、しゃあないっす。だけどちっちゃいわ。ちっちゃーのんきや。ノンキーパーだよ。まあ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 。でも食べてきてくれてありがとう君。ノーゼロー。いやー、でかいのバラして小さいのはバレないっていうこのね、チビロッタ、チビロッタ、ノゼロ、ノゼロ、ノゼロ、オッケー。残念ながらこの子は40センチないな。ね。でも食ってきて、食ってきてくれてありがとう、君。オッケー。ガリッガリに擦られた今。切れるかも。あ、バレた？ちょちょちょ、おるおる。これちょっと待って。マジででかない？ちょっとできひんねんな。話されたら嫌やから何も言われへんかった。これマジででかない。これでかない。いや、やべえ。たまらん。これでかないっすか。これ春のやつでかいんじゃん。うん、それはちょっと持ったかもしれん。あいや、ちびるか思った。よし。あ
あっぶねー、糸ズタズタや。口閉じ、お開き、55。やっべ。で、重さっすよね、重さ。2100ですね。朝一やってた半分で、水温1点ちょっと上がって人も入ってなかったんで、1投目フリーリグ、デカロッタのフリーリグですね。で、朝一 7g でやってたんですけど、ちょっとこうタッチ感とかだるいなと思ったんで 5g に変えてきました。青のクオリティ、テンション上がる。あと2本、あと2本。いやーマジでかっこよすぎるわこのバス。じゃあ逃がします。うわめっちゃ綺麗、ありがとう。おー帰ってった帰ってった、マジほげりかと思ったわ。あと2本なんとかします。最後、はい、今釣れたパターンといいますか、どんな感じやったかっていうと、まあ、ちょうどこの真ん中に朝一も言ってたその半歩っていうのがあるんで、その半歩にフリーリグで引っ掛けて、こっちに深い、こっちの方が深いんで、浅くて深いんで落としてくるっていう。でその深い側で食うかなと思ったら、そのガリガリってこの一発目に引っ掛かりでゴゴゴゴってもうついばむような当たりで走ってったんで、開くたなと思って合わしたらガリッガリに糸がすられとって、まあまあファイト怖かったんですけど、魚がうまいことそのまま上に上がってくれたんで、まあちょっとラッキーでしたけど、よかったっす。でまあこういうところブルーギルであったり、今でいうエビですね、エビが絡むシーズンなんで、まあ魚のストック量っていうのがかなり、安定してる。でまあメインにしてた水中島がちょっと今日は機能せんかったんで、もうちょっとパターンとして外しちゃおうと思って、で入った1箇所目、まあ思い切った選択っていうか、が良かったかなと思います。で朝から入れてるフリーリグ、まあテキサスとフリーリグって、まあ、結構こう似てるというか、出しどころってどうなんとかってよく聞かれるんですけど、まあまあ今となっては結構普通というか定番化しちゃったかなっていうのがフリーリグなんですけど、まあ、テキサスとフリーリグの違いって、テキサスってシンカーと糸の触れてる、面積がフリーリグに比べて多いっていうので、縦にまっすぐ落ちないんですよね。やっぱり若干こう糸のテンションとかシンカーの形状的に水受けちゃって斜めに落ちちゃうんですけど、フリーリグってその分あの摩擦がやっぱ糸との接地面が少ないんで綺麗に縦に落ちるんですよ。まあ、それがいい時もあれば悪い時もあるんで、逆に接地面が少ないってことは、手元に伝わってくる感度っていうのがやっぱ違うんで、こう外のゴリゴリ感であったりとか、そこで何やしたい、仕掛けていきたいっていう時はもちろんテキサスの方がメリットとして多いですし、まあこういうあのガビガビで結構根掛かりしやすいところ、できるだけこうボトムを切って何やしたいっていう時は僕はフリーリグを入れることがほとんどですね。なんでまあまあ今日結構やってるとか根掛かり多かったり、あのガビガビであったりとか、ちょっとこう浮かさな食わへんっていう状況があるんで、フリーリグをメインで組み立ててます。であとまあ結構個人的に重要視してるのは、これ今使ってるのは 7g、 あこれ 5g か、 5g なんですけど、さらに軽い 3.5 のやつとかほとんど当たりってやっぱ出にくいんですよ。こっちは結構がっつり、ワームもでかいし当たりも出たんで、あんまり気にしてはないですけど、軽いリグ中層で食わす系はこういうマーキングのラインを入れておくとさらにストレスがない。これはラインシステムさんの、インディケーターやったかなっていうところの、インディケーターっていうラインですね。
まあ、オレンジのマーキングが入ってるんで、まあ、当たりがなくてもそのままスッと走ってったら糸にその当たりが出るというか変化が出るんで、まあまあそういう糸で当たりを取るっていうのも一つ手ですね。まあ、これは個人的なアクションの仕方なんですけど、こうなんていうんですかね、ズル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 ってこう竿を煽ってリーグを引っ張ってくるっていうよりかは、こうスーッて持ち上げてファッてテンション抜いてあげる、まあ、これが基本動作になります。でさっきみたいなああいう反復とかはやっぱどうしてもあのルアーは沈んでるしボートとの距離感もあるんで完全に上げれないんですけど、シンカーを10割ボトムにガーって擦るよりかはシンカーの先だけをこう擦ってあげるイメージっていうのを、この竿のロッドワークの高さであったりこの操作するスピード感ですよね、それで、使い分けというかアクションの仕方っていうのを変えてますね。がっつり当てていい時はもうフリーリグじゃなくてテキサスでもいいですし、まあ、もちろんさっき言ってたその根がかりが多いやなんやっていうところでフリーリグを多用する面はあるんですけど、まあ、基本的にはそのなんていうんですかね、アクションしてからのこのフリーシンカーとワームとの距離感をやっぱ開けたいんで、あーワームのノーシンカー状態を作れるっていうのがメリットになるんで、でもその後にこの段階でココッとかもう糸が走ってたりとか、これがやっぱ正解というか正しい使い方かなと思います。よくこんなとこで食わせたよなバブーでな。どうした？はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやなかなか厳しかったっす。厳しい厳しいね。いやね、いや本当に。結構僕沖メインでやってたんですけど、うんうん、シャローどんな感じでした？シャローは正直ね、こんな魚俺見なかったのは、こんなっていうかね、そう一匹も見なかった。思いますか？そう、普通なんかシャローを、まあ、シャローマンだから、はい、シャローをずーっと見ていくと、はい、絶対に遭遇するの、はい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 、食う食わないは別にせよ今日一匹を見てない。マジですか？マジで尋常じゃないぐらい青野の今のシャローはこれタフやなと思った。あ、うん、沖もだいぶ厳しいですね。あ、そう、全然なんか先週とかも出てたんですけど、ベイトの入りとかも全然違くて、うんうんうん、だいぶ苦戦しました。もう別れたね、完全にオフショアとシャローで ね完全に別れたね完全に別れたな。いや、いや厳しかったっす。ま、内容的にはね、岸と沖とで、うん、まあまあおもろいかなと思うんですけど、そうね、まあまあ結果がどうなんかっていうところですね。そうですね、内容ね内容が内容が内容ってね、はい、すいませんすいません、はい、まあじゃあちょっと行きますか、ね、はい行きますか、はい、一番嬉しいでしょこういうレベルの低いギャグ好きだからね、もう本当に徳永さんね、徳永さん大好きだからじゃあ行きますか、はい、じゃあせーので行きますか、はい、じゃあせーの、はい、エッグですよ、もうエッグそういうのも好きでしょほんまちょいちょい入ってくれるな、ほんと。いやマジでゼロほんまにゼロ。 2100?1本2100 1本、はい、1本で2100。どんな魚それ。55っすね。そうだよねそうだよね、このアフターの55で、そうそうなるよね。いや俺エッグで、かけたんもゼロっすか。いやあのね、5発、5発かけて4発ばらして1発36室でのんきっていうマジですか。そうよくこんなとこで食わせたよなバブーでな。どうしたー、バレたバレた、でかかった45ぐらい。なんですか今日、完全終わったな、終了、バス見えたわ、うん、もう無理、お疲れああ 170MH 行ったらよかったね、168の M でやったからバレた、タックルバランスと思うんだよね。
知らないな。すげえな、5発いやーほんとね、なんかねこんなリズムが合わないのも初めてなぐらい、はいはいはい、45から50ちょいちょいぐらいを4発かけて、それ全部釣られとってやばいっすいやシャローやからさ、はい、なんかポロッポロッみたいな感じなの、はい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 、押しはずっといたじゃん水中島ずっといました、ま、沖はさバタバタバタがあるじゃん、ありますあります、絶対俺行ってると思ったもん苦しかったよ、苦しくて、はい、その待望のバイトを来るバラス発狂来るバラス発狂の繰り返し、そう、そのバタバタを期待して一発目に水中島でゴンって当たったんですよ、カメラに思いっきりドヤ顔して食いましたっつって行こうと思ったらもういないんですよ、あれっつって話してんだたまらんす、もう気もタフだったよね、今日なんでタフなんだろうね、なんなんですかね、原因は先週とかめっちゃ釣れてたんですけど急にっすね、そうなんや、水温の上がり方もちょっと異常でしたけどね、なるほどね、まあそんなんでした、はい、残念ながら、まあ、転がっちゃったなということでちょっと転がりすぎて割れちゃったから割れかけたんで、割れかけた、なんか生まれかけようとして、そうだからちょっとリベンジさせてもらいたいな、いやもうぜひやりましょう僕なんかどうか、いやいやいや、もうねちょっと青野のスペシャリスト青野でやっつけたいんでしかもシャローでちょっとやっつけたいんでね、またちょっと次回ぜひ、はい、はい、やりましょう、はい、勝つまで行きたいと思って相手していただければ、ぜひぜひよろしくお願いしますということで、まあ、僕はね、はい、残念ながら、はい、乾杯でした。まあ、おもろかったっす。で、はい、ちょっと、ね、見て楽しんでもらえたらと思います、ね。そうですね。はい。どんな内容になってるか分かりませんが。内容ね。内容はないよっていうことで。めっちゃ押しますね。まあまあ聞いてね。まあまあまあ、でも、ほんまで。はい。またちょっと僕も楽しみにします。はい。その2100の釣り方をね。え、結局大きいでしょ、大きいです、あ、はい、なるほど、ちょっとまた見させていただきます、ぜひ、はい、まあ、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、まあ、はい、タックル紹介編ということで、うんうん、まあ、今日メインにしてたタックルを紹介してほしいんですけど、はいはいはい、どんな感じで、ね、まあ、朝2発、まあ、かけてたのは、バンタムの 170MG っていう、まあ、7フィートのグラスコンポジットのミディアムアクション、はい、で、バンタム MGL の、ノーマルギアのリールで、ラインはフローカーボン3ライン、シュータイフシースナイパーの16ポンドで、HB バブですね、それはタイプ、タイプ2、2の、うん、こいつで、まあ、朝2発モーニングバイト取って、日が昇ってからはちょっとオーバーハングのシェードをスキッピングで狙っていこうってことで、スキップシャットのノーシンカーのツイッチ、はい、うん、で去年もやってたやつ、そうそうそう、去年、そうだね、青野のこの時期はすごい好きで、うん、ソフトスティックベイトで、はいはい、うん、ダートして食わせる釣りなんだけど、まあロッドはね、ちょっと今、まあ、シマノのバンタムのプロトロッドで、まあ、レングスとパワー表記はちょっと言えないんだけど、まあ、スキップシャットのノーシンカーツイッチやるのに、まあ、まあ、ミディアムとかミディアムライトぐらいが、はいはい、まあ、いいかな、みたいな。まあ、レングスもね、6点とか、まあ、7フィートぐらいの前後が一番使いやすいかな、みたいな感じで、リールはステラの 3000MHG を使ってます。で、ラインが、D ブレードの、15ポンド。15ポンド。うん。に、リーダーがシューターの16。16。うん、16。で、まあ、結構ガンガン打ち込んでいくみたいな、はい。パワーフィネスにちょっと近いような感じで、やってて、うん、で、あとはまあ、基本、シャローフィッシングというか、まあ、シャローマンなんで、まあ、カバー、ブッシュとか、今日、まあ、今回、満水やったし、結構こう、水の、はいはい、こう覆いかぶさってるようなっていうか、水が浸かってるこうブッシュ系も多かったんで、まあ7フィート系の、ミディアムヘビーからヘビー系のアクションのロッドで、はい、リールはバンタムの MGL の HG、うん、でラインがね、FC スナイパーの BMS の
鮮やかの16で、パドロッタのフリーリグ。新刊は何グラムですか？新刊はこれね、5.2。うんうん。いや、嘘ついたな。8分の1。81ですか？うん、81。最初16分の3やってて、はい、なんかシャローが、タフだなって思って、はい、で、こうゴミ溜まりとか、ああいう冠水ブッシュ系を、はいはい、こうゆっくり落としてた方がいいかなと思ってやって、うん、バイトがあったのは結局こっちかな。ああ。うん。やっぱちょっとスローに。ちょっとスローにやらなあかんなと思って、うん。いう感じで。この3タックルが、まあ一応今回のシャローの、まあメイン。メインで組み立てる感じ。あとはまあもう一本ね、ちょっと柔らかめの竿で、はい、食わせ的フリーリグとして、ちょっとライトのタックルも混ぜたって感じなんだけど、でもまあ基本的にはまあ、フリーリグは、こっちメインで。そうだね。うん。なるほど。はい。シャロー、そんな魚おったんですね。いや、いないね。いない。ほんと絞り出し？ああ。もうほんと2、3時間にワンバイトみたいな感じで。いや、苦しかった。それでも、やりきれるんがすげえっすよ、やっぱり。いやー、もうね、それしかないから、これは。そう僕はようやらんす。ちなみにしばちゃんは？はい。で、うん、まあ、今回メインで組み立ててたんが、デカロッターの 7g のフリーリグですね。うんうんうん、ここが違うよね、すでにね。そうですね。このシャローを 3.5 のフリーリグでやるのと、はい、オフショアを 7g まで持っていけるっていうね。そうですね。まずそこを、ね、そうだね。で、操作感を重視っていうところで、12ポンド。うんうんですね。まあ、巻かれるもんも大してないんで。そうだね。まあ、そこの違いもね、またね、はい、出てくるよね。そうです。で、まあまあ、タックルは7フィートぐらいの H とか MH があればいいと思います。で、もうちょっとこう、水温とか、うん、上に意識がいけば、太陽パワーで、こういうロングカーリー、それこそ朝、お借りした。で、こっちは、進化が5グラム。よりスローに。中層っていうか、縦を意識した、うんうんうん。これもタックルは全く一緒っすね。12ポンドの、うんうん7フィートのヘビー、うんうんうん、ヘビーアクションの竿。で、あと、ちょっとこう、アーリーサマーっていうか、うん、もっと夏寄りに走ってくれればっていうので、うんうん、フットボールに、ブスキップ。はい。うん、で、これも一緒ですね。縦を使って食わしたいなっていう。これが72の MH ですね、うんうんうん。で、これも12ポンド。なるほどね。はい。12好きだね。基本12っすね。12で全部統一してんやね。そうですね。操作感っていうところがやっぱ欲しいのと、うん、あとまあやっててこう水馴染みであったりとか、っていうのが欲しいんで。うんうん、そうだね。食わせやすさとかね。はい、っていうので面白いね、でもね。オッシュアマン。として12ポンド。そうですね。ね。で、シャローマンが、こう、ベースが16で、ね。面白いね。これ、おもろいっすね。なんかやっぱ、そういう信頼してるところがあるよね。なんかね、あるんです。ね。まあ、取る、なんていうんですか、その、置いてるところがちょっと違うというか。うんうんうん、はい。確かに確かに。まあでも今日は、これでしたね。デカロッタ。デカロッタで、はい、一発。一発。食ってくれたっす。7グラム。7グラムっす。どういうとこだったの、結局。基本的にはハードボトム絡むとこのハンプの上に乗っかってるやつを食わせたかったんで、まあその、まあちょっと大きめに投げて、上げてこようかなと思ったら、その上がり目でもうガツガツガツっていう。まあちょっとこう、なんていうんですかね、まだスローというか魚は、な感じかなっていう。まあ釣れたんも、重さはサイズの割に、軽いかなっていう感じだったんで。うんそうだよね、はいうん。まだ回復しきってないなっていう。確かに確かに。はい、なんでまあこういうボリュームのあって、水押しのあるもの。ゆっくり取るくなる、はい。なるほど、ね。っていうのが、今日は聞いた感じかなっていう。うんうんうん、はい。感じです。いやー、立派っすね。いやー、ほんと、立派な魚を見させていただきました。まあまあ、ドキドキでしたからね。いやー、悔しいなー。いやー、ちょっともう一回ぜひね。いや、やりましょう、はい、ほんと。はい、よろしくお願いします。すいません、お願いします。ますで、今回ご紹介したタックルルアーですね。うちの一番8グループ、置いてますんで、ぜひ店頭でご覧になっていただいて、あのダムで釣れるルアーなんで、ぜひ、まあ、各フィールドでもね、もちろん釣れますし、店頭の方でご購入いただいたらと思います。はい。まあ、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。
お疲れ様です。